はい、今日は篠塚智子さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まずは智子さんの方から自己紹介を簡単にお願いできますか。はい、皆さんはじめまして、足で石の智子と申します。本名は篠塚智子なんですが、アーティスト名として下の名前の智子という名前で、現在文字を絵にする足でアートという作風で活動しています。足でっていうのは日本の伝統的な絵画技法のことで、平安時代からすでにあったと言われている技法になります。で当時はですね、ひらがなで書いていた五七五七七の和歌を水辺の風景の中にこう取り込んで入れた絵のことを指して、すべてトータルで言ってまして、それが平安から江戸にかけてですね、文字遊びの文化とともに、現代まで伝わっています。で、それをですね、ちょっと現代風にアレンジしたのが私が今絵を描いている作風になります。で、一応地元の岩国市を中心に今活動させていただいてるんですけど、いずれはですね、海外とかも視野に入れて、いろんな活動の場を広げていけたらいいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。すごく伝統的なものなんですね。平安時代からある。はい、そうなんですよ。はい、ありがとうございます。ではその足で石の智子さんに今日はお話を伺うんですけども、まず一つ目の質問させていただきます。智子さんはどのような夢やビジョンをお持ちですか。そうですね、具体的にこれっていう感じと言っていいのかどうかっていうのはなんですけど、やっぱりさっきもちょっと言わせてもらったように、日本国内だけじゃなくて海外でもっともっと見てもらえるようなものを作りたいなっていうのが、ここ最近の一番の夢ですね。日本の文化ってとっても深くて面白くって、で絵の文化っていうよりも、ちょっと文字の文化になるんですけれども、やっぱりヨーロッパと日本の、日本というかアジアのですね、文字の文化の違い、違いって一番は象形文字なのか、それともその音から入った文字なのかっていうところなんですね。で、形から来た文字ってすごくやっぱり造形そのものが美しいのと、その文字一つ一つに全部意味があって作られてるので、そういったところをですね、私たち日本人は知らず知らずのうちにじゃないですけど、やっぱりもう小さい頃からそういうふうな、漢字はこうやってできてきたんだよ、文字はこうやって成り立ってきたんだよっていうような教育を受けて、そういう文字のことを勉強してるんですけど、そうじゃない人たち、そうじゃないやっぱりヨーロッパとか外国の人たちにも、やっぱりその形の美しさとして文字を受け入れてもらうような、そんなふうなですね、ところも踏まえて、その造形美として作品を見てもらいたいなっていうのがすごくあるので、今後の夢として一つは外国で作品展、大きいものをしたいなと思っています。今海外で日本の文字の書いてある T シャツとかそういうのが人気があるっていうのを聞いたことがありますけど、やっぱり海外の人から、海外というか西洋の人から見たら、日本の文字の美しさっていうのはなんか特別なものがあるんでしょうかね。ねえ、やっぱりあるとは思うんですけどね。ただどこにこう美しいと感じてるのかっていうのは、ちょっとやっぱ感覚っていうのは分からないですよね。あとはまた意味が分かると
ちょっと感じ方も変わってくると思うので、結構なんて言うんですかね、まあ、あのこれって日本人が英語の T シャツ着るのとも同じだと思うんですけど、あのやっぱりその見て、おかっこいいっていうのだけで入ってるところもあるので、まあ、その意味をまた知ってもらってっていうところはすごいありますよね。あの入れ墨とかでなんか安い日って入れてる人がいて、なんでだろうと思ったら、あのアビっていう名前の人だったっていうことがあるんですけど、そうそう、あの日本人からしたら、えもうちょっといい意味なかったとか思うけど、多分その人はその感じがやっぱりシンプルですごい綺麗だなと思ったんだろうなって思ったので、なんかそういうところですよね。なるほど、面白いですね。いろんな見方ができるんですね、文字を。はい、ありがとうございます。では次の質問に移りますね。はい、次はですね、それをその夢ビジョンを具現化するためにどんな目標計画を立てていらっしゃいますか？今ちょうどこの7月、まあ、コロナがこれだけちょっとひどくなってるので今の段階では何とも言えないんですけど、一応この7月にフランスのジャパンエクスポっていうあのイベントに参加する予定には今のところしてまして、はい、あのやっぱりその伝統文化を伝えるイベントっていうのを海外でやってくださってるっていうことは本当にすごいことだなって思うのと、まあ、そこでぜひあの出展してくださいってしませんかっていう声をかけていただけたことがまずありがたいので、まあ、それを今ちょっと一番の目標に作品制作をしている段階ではあるんですけど、あのそういった日本の伝統文化を伝えるイベントっていうのを、まあ、あのこのまた参加を通して今度はまあちょっと自分で展示会するにしても、そういう風なコンセプトで企画を今後していけたらいいなっていうのを今のところすごい考えていますね。そういう風なコンセプトっていうのはもう一度お伺いしていいですか？日本の伝統文化っていうところをベースにした作品展ですね。あの絵ももちろんそうなんですけど、それこそ歴史とか文化とかっていうものを知ってもらう作品展っていうような、あのただ絵を見て綺麗だねで終わらない作品展っていうのをもうちょっとこう練って作っていきたいなって思ってます。作品だけではなく、その奥にある歴史だったりとか、はい、深いものを知ってほしい、伝えたい。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。では、3つ目の質問です。はい、その目標や計画に対して、とも子さんは現在どのような活動指針を持って、どのような基本的な活動をされてますか？基本的にはもう、あの、まあ、どんなところでも、まあ、言われたら作品展させていただいたりとか、あのそんな感じで作品の発表の場をとにかく設けるのを今すごい頑張ってやってますね。なかなか時期も時期ですし、まあ、施設でどうこうっていうのがなかなか難しいので、まあありますけど、一応やっぱりちゃんと飾ったものを見てもらうのと SNS で見るものって全然違うので、もちろんの SNS 発信もすごいあの意識してはやってるんですけど、あの実際のものをですね見てもらう機会をちょっと増やしていきたいなっていうのを思ってますね。はい、じゃあこう実際のものを見てもらって、その反応とか、あの昨年の12月頃ですかね、作品展開かれたっていうふうにお聞きしてるんですけども、
その時のこうお客さんの反応とかはいかがでしたか？いやもう自分が思った以上に本当すごい感動してくださる方が多くて、あのすごい、まあ、自分としては本当大成功だったなっていうのがすごい一番はあるんですけど、あの何よりその去年の12月は花魁さんをテーマにして作品作らせていただいて、でまああの本当今回その伝統文化をちゃんと伝える作品展したいなと思ったきっかけにもなったんですけど、あのちょこちょこですね、あのいろんな花魁さんに関する説明の文とかを書いてちょっと歴史にも触れてもらおうと思っていろんな資料を作って今回一緒に展示させてもらった時に、あのやっぱそれを読んですごい感動したとか、いやこんな文化があったとかこんな背景があるとは思わなかったって自分ももうちょっと調べてみようと思うっていうようなことを言ってくださった方が本当にたくさんいらっしゃって、でまあもちろん中には私以上にいろんなことを知ってらっしゃる方も興味を持って見てくださって、であの岩国には実はこういうところあったんだよとかって言って、まあ、実際にあのいろんなところ行かれてる方がいろんなことを教えてくださったりとかそういうこともあったので、なんて言うんですかね、やっぱりその情報を発信して、そしてさらにそれをまたそこから情報を自分も得るっていうのがすごくなんか充実してたなっていうのが自分の、やっぱり自分の見解で調べる、まあ、知識を得るっていうのってすごいこう偏りがあるような気もしてたんですよね。やっぱり調べようと思って調べたことしか知識としては入ってこないので、ただ今回展示会でそうやっていろんな人から話を聞くことで、あこんなこともあったんだとかいうようなことをすごい勉強させていただいたので、なんかそれはすごく良かったですね。素晴らしいですね。その自分の見解だけだと偏りがあるっておっしゃったのがすごく共感できるなと思って、でもなかなか人ってそこに気づかずにあの知ってる世界でいろんなことをやってしまうなっていうのを日々私自身も含めてですけど感じてるところなので、そういった、ね、周りの人の話とか情報とか意見も取り入れながら、うん、あの活動されてるっていうのはどんどん活動の幅も広がっていくように感じました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。他にはありますか？日本活動や活動指針。そうですね、まあ、あとは本当今すごい流行ってるのかどうかわからないんですけど、クラウドファンディングっていうのはちょっともう一回やってみたいかな。あの前回ちょっと試しに、ものは試しでと思ってあのやってみたんですけど、それもすごい反響があって、で、まあ、実際その12月の作品展はそのクラウドファンディングをして集まったというか支援してくださった方のお名前で作品書かせてもらったものを展示したんですけど、クラウドファンディングも正直そんな反応があると思ってなくて、結果がすごかったので、なんかそれもちょっとなんかこう絡めてできないかなっていうのは今すごく思ってますね。だからまあ SNS っていうかこうネットの中とまあプラスそのなんていうんですかね、こう会場をちゃんと設け、場所を設けて作品展するのと、そうですね、そういうのをうまいことこうできないかなっていうのは思ってます。あのオンラインとオフライン両方活用しながらやっていくということなんですね。はい、ありがとうございます。では4つ目の質問です。はい、そもそもともこさんがその夢やビジョンを持ったきっかけは何でしょうか？そしてそこにはどんな出会いや発見があったんですか？ですね、
まあきっかけは作品展初めてさせてもらった時にすごい反響があったからでしょうね。多分そのもう一昨年の話になりますかね。初めて自身初の、まあ、個展って言っていいのか、初めてすごい数の作品を飾らせてもらった時に、なんか毎回そうなんですけど、自分がなんかそんなにそこまでかなって思ってるものが毎回すごいこういろんな人に評価してもらえたので、なんかそれからこう、あ、じゃあもっとこうしてみようかな、こうしてみようかなって言って、ちょっと2年間ぐらいやってる感じにはなってるんですけど、なんかそういうのをもうちょっとこう、それがきっかけですかね。もうきっかけ、ちょっともうきっかけって言っていいのかわからないですけど、なんて言うんですか、他力本願ではあるんですけど、じゃあもともとはご自分でこう作品展をやりたいって思っていたわけではなくってっていうことなんですか？そうですね、そもそも正直言うと、この今の足でアートっていうものがここまでなると思ってなかったのであのそんなに世に出すつもりがそもそもなかったので、まあ半分趣味ぐらいでやってて、でそしたらなんかいろんな人が、いやこれこうしたらいいよ、ああしたらいいよって、私の知らないところでもいろんな人が動いてくださってたみたいで、であの決定打が一昨年のあの初めての作品展ですね。もうそっから火がついたように。いや嬉しいですね。でも周りの方が評価して認めてくれて応援してくれるっていうのは、はい、うん、だからなんかこうなんて言ったらいいのかな、本当にこうもうちょっと頑張らなきゃいけないだろうなって思うところもたくさんあるんですけど、なんせもう そのこう自分自身が今追いかけてるような段階なので、もうちょっとこう落ち着かないとなっていうのはちょっと思ってるんですけど、そうだから本当にこう人のなんていうんですか、私と誰かじゃなくて、私の知ってる誰かから誰かのその、まあ、その人からまた次の人にっていう、そのつながりがなければ今までこう 今みたいなことになってなかったので、すごいそれはありがたいのと大切にしなきゃいけないなって思ってます。はい、ありがとうございます。では最後の質問です。その発見や出会いの背景にはどんなことがあったんでしょうか？背景、そうですね、まあでもやっぱりこうなんていうんですかね、普通に仕事に行って仕事して帰るっていうだけじゃ出会わなかった人たちがいっぱいいるので、まあ私はよくその、まあ、マリフっていう町が飲み屋さんとかの、まあ、飲食店街であることももちろんなんですけど、やっぱり自分自身がお酒飲んだりとか外でご飯食べたりとかするのがすごく好きで、でそこに集まる人たちがすごくやっぱりよくしてくださるし、まあそういうのがすごく好きでっていうので、まあそこですごいいろんな人と仲良くなって話をして、でそっから、この子こんなことしてるんだ、じゃあ今度こういう人知ってるから話しとくよみたいな感じで、本当にお酒飲みながらご飯食べながら何気ない会話の中で生まれたこの人との関係っていうのが本当に多くって、
人とのつながりっていうのが、だからそれは本当にそれが一番だなっていうのは思ってますね。私だけ言えば、私が今までこの何年になるんですかね、絵をか今のアートをし始めてからっていうと、もう 4,5 年は経ってると思うんですけど、その間にやっぱりできた、その間の人間関係っていうのはやっぱりお酒なくしてはじゃないですけど、はい、それはすごい大事だなと思ってます。本当にありがとうございます。なんかその展覧会を、ね、初めてやった時のお話を伺っても、ともこさんが人との、ね、はい、つながりをすごく大事にされてるんだなっていうことがよく伝わってきました。ありがとうございます、はい。では最後なんですけども、このともこさんの夢ビジョンを通して最終的にどんな社会を作っていきたいなとか、どんな社会になったらいいなっていう思いはありますか？やっぱり人とのつながりをもっともっと大事にできるような社会になってほしいなって思うのと、それに関しての SNS の使い方をもっともっと、私だけじゃない、もういろんな人が考えていったらもっといいんじゃないかなっていうのはすごくありますね。なんていうんですかね、マウントを取ったりとか、誰かに何かをするため、悪い方でですね、の、もので SNS を使うんじゃなくて、やっぱりもっと無限の可能性があるものなので、それをもうちょっとそのもっともっといろんな方向に、いい方向に使っていけたらなって思うのと、かといってやっぱりその直接会って話をしなくなるっていうのもやっぱり悲しいことなので、なんかそのバランスをうまくこう取りながら、どっちかがバランスが崩れれば、やっぱりこう、会って話す方がいいよねってなるし、会って話すことが多くなれば、いやいや、SNS がいいよねってなるんでしょうから、うまいこと、こう偏りながらバランスは取れていくんでしょうけど、そうやって、やっぱりつながりのもっとこう、しっかり、ある社会になっていければ、いけたらいいなと思います。はい、ありがとうございます。今日は足で絵師のともこさんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。